こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、今揺れてないか？これ、震度3ぐらいかな？日本人は震度3ぐらいじゃ全く動じないな。それほど地震に慣れている地震大国ということなのだろう。国土面積は世界のわずか 0.25% しかないのに、地球全体で発生する地震の約1割がこの国に集中しているというぜ。そんなに多いの？また、地震速報などを見ていると、必ず出てくるマグニチュードという地震規模の指標があるが、どこまで大きくなるか知っているか？え？マグニチュードって最大値があるの？しかも、マグニチュードの最大値はなんと地球が真っ二つに割れると言われているんだぜ。嘘？今回は、そんな意外と知らない地震のメカニズムやマグニチュード、また今後起こるであろう大規模地震などについて見ていきたいと思うぜ。それではゆっくりしていってね。日本だけでなく世界で頻発している地震は、どうやって起こるか知っているか？よく、プレートが関係しているとは聞くけどね。地震が発生するメカニズムには、プレートの配置と動きが大きく関与している。地球は、中心から、核、マントル、地殻という層構造になっていると考えられている。このうち地殻と上部マントルの地殻に近いところは硬い板状の岩盤となっており、これがプレートと呼ばれているな。板状の岩盤だからプレートと言うんだね。このプレートは地球の半径約 6400km に比べて、厚さ10から 100km 程度の板のように薄く見えるのでこう呼ばれている。厚さが 100km でも巨大な地球から見れば薄い板なんだね。地球の表面は十数枚のプレートに覆われているぜ。プレートは、地球内部で滞留しているマントルの上に乗っている。そのため、プレートはごくわずかだが、少しずつ動いているんだ。そして、プレート同士がぶつかったり、すれ違ったり、片方のプレートがもう一方のプレートの下に沈み込んだりしている。この、プレート同士がぶつかっている付近では強い力が働くぜ。この付近で何らかの力によって突然動きがあると、地震が発生するんだね。他にも火山活動によって起こる地震もあるが、今回は主にこのプレートによる地震について解説するぜ。プレートによる地震は大きく分けて二つの型がある。二つの型？プレートの沈下による海溝型地震と、プレート内の断層により内陸部で起こる直下型地震だ。次にそれぞれのメカニズムについて見てみよう。ではまず、海溝型地震のメカニズムを詳しく見ていくぜ。海洋プレートと大陸のプレート境界はいわゆる海溝と呼ばれる深い溝になっており、ここで起こる地震を海溝型地震というぜ。どうなると海溝で地震が起こるの？まず海底にある海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込み、大陸プレートの先端が引きずり込まれて歪みを蓄積する。歪みが限界に達して耐えられなくなり、境界部分が元に戻ろうとして跳ね上がることで地震が発生するんだ。だから地震っていつ起こるかわからないし、マントルが動いている限り、必ずいつか起こるんだね。この海溝型地震は発生頻度が100年に1回程度と高いのが特徴だ。1923年に起きた関東大震災や2004年のスマトラ沖地震、2011年の東日本大震災はこのメカニズムによって引き起こされた地震だぜ。どれも大規模で被害も大きい地震だったよね。先ほども触れたが、地球は十数枚ものプレートで覆われているため、世界中にプレート同士が接している境界はたくさん存在するぜ。プレートは分類の仕方によって多少前後するが、一般的に次の15枚と言われている。聞いたことがないのもあるけど、太平洋プレートなんかは日本でもおなじみのプレートだね。これらのプレート境界と地震の発生分布図を照らし合わせると、このようになるぜ。地震が多く発生している場所の多くは、やっぱりプレートの境界周辺に集まっていることがよくわかるね。では日本の場合を詳しく見てみよう。日本列島の周辺では海洋側の太平洋プレートとフィリピン海プレート、そして陸側の北アメリカプレート、ユーラシアプレートの4つのプレートが接していて、それらの境界が日本海溝、相模トラフ、南海トラフとなっているぜ。うわぁ、プレートの交差点。このように日本列島の周辺はプレート境界がせめぎ合っていることがわかるな。だから日本では地震が多いんだね。なお、近年の地震のメカニズムの解明により、海溝型地震については発生場所や規模に関する一定の予測ができている。発生時期に関しては、過去の記録などから長期的な予測がなされているぜ。では、今度はもう一つの直下型地震について見てみよう。内陸型地震とも言われるぐらいだから陸地の下で起こる地震だね。こちらは、内陸部にある断層で発生する比較的震源地が浅い地震のことで、海溝型地震に比べると比較的規模や被害範囲が小さいと言われているぜ。どうやって起こるの？私たちが住んでいる場所の地下深くにもプレートすなわち岩盤はあるぜ。この岩盤に大きな力が加わることによって歪みが生じ、蓄積された歪みが大きくなると、内陸部の岩盤の弱い部分や割れ目で急激なズレが起こる。そのズレの部分が断層と言われるところだね。
この断層での衝撃が地面に伝わって地震が発生するわけだな。また、断層の中でも過去に地震を起こし、将来も活動すると考えられる断層のことを活断層と呼んでいるぜ。活断層ではこれからも地震が起こる可能性が高いということだね。そのため、直下型地震が発生するメカニズムは主に活断層のズレによるものとされている。過去に起きた直下型地震として、1995年に起きた阪神淡路大震災、2004年の新潟中越地震、そして2016年の熊本地震などがあるぜ。ふむふむ、地震が発生すると、そのエネルギーが地震波となって地中を通り、地表に達すると地面が揺れるぜ。この地震は地中を通るうちに、性質が異なる地層の境目で反射したり屈折したり、大きくなったり小さくなったりしているんだ。柔らかい表層地盤は地震の揺れが増幅しやすく、硬い表層地盤は増幅しにくいと言われているぜ。地震の揺れは地盤の性質によっても変わるんだね。震源からの距離が同じでも、揺れの大きさが地域によって異なるのは、こうした地層と周辺の表層地盤の性質が関係しているぜ。だから震源地周辺でも震度が地域によって違うんだね。では、次に海溝型地震と直下型地震の揺れや被害に関する違いを比較していくぜ。まずは海溝型地震だ。海溝型地震はマグニチュードが大きいことがまず挙げられる。確かに、東日本大震災ではマグニチュード 9.0 だったよね。海溝型はマグニチュード8を超える巨大地震が起きることが多いぜ。しかし、マグニチュードは大きいものの陸地から離れた沖合で起きるため、揺れは陸地に届くまでにいくらか衰えるんだ。そしたら、例えば同じマグニチュードで海溝型地震と直下型地震が起きた場合は、遠い海で起きているから海溝型地震の方が被害が小さいということになるんだね。そういうことになるな。しかし海溝型地震では大きなエネルギーが広い範囲まで伝わるため、日本の広い地域で被害を起こすという特徴があるぜ。そして海溝型地震の特徴といえば何と言っても津波だろう。私たちは東日本大震災での津波を経験しているから、津波の恐ろしさを知っているよね。海溝型地震は、主に海の中で起きるので、海水が陸地に押し寄せ巨大な津波となる可能性が高くなるぜ。東日本大震災では、死因の9割が津波による被害となっている。私たちはあの時の震災を教訓に、海の近いところでは津波に最大限の注意を払うことが必要だね。海溝型地震の揺れの特徴は、はじめはカタカタとした小さな揺れを感じ、その後に横に大きく揺さぶるような揺れが来るぜ。揺れている時間も長いよね。数分間も続くこともあるな。また、海で地震が起きてから陸上に到達するまでに時間があるため、緊急地震速報などで地震が来ることを知ることも比較的可能だ。特に被害を受けやすい場所は太平洋側の地域だな。大陸プレートと海洋プレートの境界は太平洋の沖にあるからだ。また、地震のエネルギーも沿岸に近い地域ほど影響を受けるぜ。日本は太平洋に面した国だから、沿岸部分の半分は危険ということになるね。なお、関東と東海ではユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界が、陸の下にかかる場所があるため、マグニチュード8級の海溝型地震が陸地の下で起きる可能性がある。うわ。とすると、広い地域で直下型の地震が起きるようなものなんだね。過去20万人もの死者行方不明者を出した関東大震災は、相模湾内の海溝が震源となったとされており、今後、起きる地震としては震源が伊豆半島にかかる東海地震が予想されているぜ。では次に直下型地震の被害について見てみよう。直下型地震は、海溝型地震と比べると、マグニチュードが小さく、被害範囲も20から30キロメートル程度の地域に限られる。でもさ、直下型という名前の通り、人の住んでいる真下が震源になるわけでしょ？そうなんだ。そのため直下型地震は実際の揺れが大きくなるんだ。海溝型のように遠い場所で起きる地震とは異なり、エネルギーが衰えずに直で地表まで伝わるぜ。特に、浅いところが震源となった場合には深刻な被害を起こすことになるな。そんな危険をはらんだ活断層が日本には多いんだね。なぜ多いかというと、日本には4つものプレートが重なっているからだぜ。発見されているものだけで2000もの活断層があり、まだ見つかっていないものも考慮すると、北海道から九州までどこにいても直下型地震が起こる可能性があるんだ。へえ、それこそいつ起こるかわからないね。なお、1891年の濃尾地震はマグニチュード 8.0 と推定されており、直下型地震でもごく稀にマグニチュード8級の地震が起きることがあるぜ。直下型地震は震源から近く、地震のエネルギーがそのまま伝わるため、建物が倒壊したり、家具などが倒れ、命に関わる怪我をする可能性が非常に高いぜ。あわわ、関東大震災は海溝地震ではあるけど、家屋の倒壊や二次被害として火災による死者も多かったよね。
未曾有の死者行方不明者を出した関東大震災と東日本大震災の地震を、別格として除くと、この114年間の地震の死者数は、海溝型地震と比較して直下型地震では約3倍にもなるんだぜ。へえ、直下型地震はマグニチュードが低かったり、範囲は広くないと言っても、深刻な被害が起こるんだね。直下型地震は前触れがなく、突然大きな揺れが起こるぜ。ある日突然なんだ。予兆となる前震がない場合には、予測もできないため緊急地震速報などが通知されることもない。10秒ほどの短時間に、縦に突き上げるような、猛烈な揺れが起こることが特徴だぜ。被害を受けやすい場所といっても、日本にはたくさんの活断層が存在するため、どの地域にいても直下型地震はあるものと考えておくことが肝心だな。地震の頻度で言うとなんとなく本州が多い気がするけど、北海道や九州でも大きい地震があるよね。その通りだぜ。最近で言うと2016年には熊本地震、そして2018年には北海道胆振東部地震がともに直下型の、震度7を記録する地震として起きているぜ。地震の揺れは、地面の中で地震が発生し、その波が地面に伝わった時に感じる、震度が発表された後、地震の発生から3から4分経つと、気象庁が各地の地震計のデータを分析して、地震の震源の位置とマグニチュードを発表するぜ。大きい地震が起きると、まずニュースを見るよね。また、津波の危険性がある場合は津波注意報、津波警報も発表するぜ。このように揺れの大きさと地震そのものの大きさを指すものとして、それぞれ震度とマグニチュードという二つの表し方がある。マグニチュードが大きくなると震度も大きくなるの？マグニチュードとは英語で大きさ規模という意味だぜ。地震学の分野では震源地における、地震のエネルギーの規模を表す際に用いられている。よくアナウンサーも地震の規模を示すマグニチュードは、って言うよね。一方、震度はそれぞれの観測点における地盤の揺れの大きさを表す指数だぜ。そのため測定場所と震源地の距離が近ければ震度は大きく、離れているほど震度は小さくなるぜ。だから、マグニチュードが大きくても、震源地が遠い海底だったりすると、陸地の観測点での震度は思ったほど大きくないということがあるんだね。震度とは地震による揺れの大きさを数値で表したもので、気象庁は、震度の階級を0から7までに分けている。5は5弱と5強、6は6弱と6強に分かれているため、震度は全部で10階級だぜ。震度8ってないんだ。気象庁震度階級において震度はこの10階級のみであり、2020年の時点で震度8は規定されていないぜ。実は気象庁は社会環境に応じて、何度か震度階級と名称の変更を行っているんだぜ。そうだったの？例えば、5と6だけ弱強と2つに分かれているのは、阪神淡路大震災の際に同じ震度5と6を観測した地域でも、被害の状況が大きく異なっていたからだぜ。自分が住んでいる場所はマシだったけど、知り合いの住んでいる場所は被害が大きかったというような事例があったことから、このように震度5と震度6だけが2分割されているんだ。そんなことがあったんだ。また熊本地震や北海道地震など震度7の大震災が頻発している事情を考えると、近いうちに震度階級の追加や変更があるかもしれないな。震度ってそんなに色々変えられるんだね。震度は、その国の建物の壊れやすさなどにより異なるんだぜ。え、震度は世界共通じゃないんだ。外国では主にメルカリ震度階級という、12階級での表現を使っている。これは体感や被害によって表すぜ。体感や被害で？日本でも以前は体感による震度観測を行い、震度7の地域については事後の現地調査で決定していたんだぜ。どうやって？昔の震度の判定は、気象台の職員などの観測員が、地震の体感、建物などの被害状況などを、地震にある階級表に当てはめて震度を決定していたんだ。そんなの人によって感じ方が違ったりしないの？そうだな。目安となる指針があるといっても、観測員の主観に頼るため客観的とは言いにくいな。そこで平成3年4月から計測震度計の導入を開始し、順次全国に展開し、平成8年3月までにこの体感による震度観測は終了しているぜ。現在は、震度は震度計によって観測し、速報する体制をとっているぜ。このように、地震の評価には規模と揺れが関わることが理解できただろうか。規模の大きな地震でも遠く離れていれば揺れは小さいし、逆に小規模の地震でも近くで発生すれば大きな揺れになるということだね。このため、地震の規模の代償を公平に判断するためには、震源から同じ距離だけ離れた地点において揺れ具合を比較しないとならない。マグニチュードは、このような指針で、米国カリフォルニア州に発生する地震の規模を客観的に評価する尺度として、1935年、リヒターによって導入されたぜ。そんなに昔の人が考えたんだ。震源から 100km 離れた地点に置かれた当時の標準地震計で記録された、
揺れの最大振幅をミクロン単位で表し、その数値の対数をマグニチュードとして定義した。欧米では、マグニチュードよりもリヒタースケールと呼ばれることも多いぜ。なるほど。でも、地震ってどこで発生するかわからないから地震計も都合よく設置できるわけじゃないでしょう？そうだな。また地震計にも様々なタイプのものがあるため、当初定義されたマグニチュードに準拠する形でそれぞれ補正式が考案され、各国で使用されるようになっているぜ。日本で使われているのは、気象庁マグニチュードで、表面波マグニチュードに修正を加えたものを使用しており、地震の揺れの大きさと震央までの距離を、決められた方程式に当てはめて算出しているぜ。日本独自のマグニチュードの計算方法ということなんだね。最近は、大きな地震のエネルギーを正確に表すことができる、モーメントマグニチュードも用いられるようになってきた。気象庁のとはどう違うの？これは、震源となった断層の、面積、動いた距離、岩盤の性質などのデータを使って算出するんだ。特にマグニチュード 8.5 以上の大地震のマグニチュードをより正確に表すことができるぜ。大規模地震になるとより正確さも必要だからね。気象庁マグニチュードとモーメントマグニチュードは計算方法が違うので、同じ地震でも少し違う値になるぜ。例えば、2011年東北地方太平洋沖地震では、MJ は 8.4、MW は 9.0。2016年熊本地震では、MJ は 7.3、MW は 7.0 だぜ。必ずしもどちらかがより多く見積もるわけでもないんだ。マグニチュードは1大きくなると、地震のエネルギーは32倍となるぜ。ちなみにマグニチュードが2大きくなると1000倍となる。例えば、マグニチュード6規模の地震は、マグニチュード5規模の地震の、32個分のエネルギーに相当することになる。マグニチュードが1つ上がるだけでそんなにも規模が変わるんだ。また、断層の面積が大きくなることは、地震の破壊が始まってから終わるまでに、かかる時間が長くなることを意味している。実際大きな地震ほど揺れの継続時間が長くなるぜ。マグニチュード 9.0 の東日本大震災では本震の揺れだけで、3分程度持続した。揺れは小さいけど長いなと感じたらそれは遠くで発生した大きな地震である可能性が高いな。揺れの長さからそんなことも推測できるんだ。地震計による観測が開始されてから起きた世界最大級の地震は、1960年昭和35年5月に南米のチリ沖で発生したチリ地震だぜ。モーメントマグニチュードでは MW9.5 を記録し、長さ約 800km、幅約 200km にもわたる非常に広い範囲の地下の岩石が壊れ、大地震を起こした。あと一歩でマグニチュード10。さらに、チリ沖の海底が大きく動き、大津波も引き起こした。この大津波は、遥か遠い日本の太平洋岸に約22時間もかかって到達し、多くの死者行方不明者を出している。チリ地震津波とも言われているね。その時の津波の時速は 750km で、日本でも前回約2800頭という被害があったのだが、日本と1万 7000km も離れている場所でこの被害だ。もしこの震源地が近くだったとしたら、考えただけで恐ろしい。一方、日本における最大級の地震は、1900年以降では、2011年3月11日に発生した東日本大震災だ。ちなみにこの名称は政府として名付けた災害の名称で、気象庁は平成23年東北地方太平洋沖地震と命名しているぜ。モーメントマグニチュードで MW9.0 だった。チリ地震の一歩手前だったわけだね。現在、マグニチュードが1大きくなると地震の発生頻度が、およそ10分の1になることが知られているぜ。これをグーテンベルクリヒター速という。逆に言うと、マグニチュードが1小さくなるほどに発生頻度が10倍になるということだね。例えば地球上ではマグニチュード8以上の地震が1年に1回程度平均して起きている。マグニチュード7以上なら10回、6以上なら100回というように増えていく。日本で考えるとどうなんだろう。日本では地球上で起こる地震の大体1割が起きているぜ。単純計算で考えれば、日本ではマグニチュード8が10年に1回、マグニチュード7が1年に1回、マグニチュード6が1年に10回程度起きているということになるな。確かに、いくら地震大国とはいえ、マグニチュード8クラスの大地震はそんなに毎年起こらないよね。もちろん平均してなので年によって大きく増減するが、大体これくらいの頻度で起こるという目安として知っておくといいかもしれない。現在地球上で起こる可能性のある最大規模はマグニチュード10クラスと言われているぜ。マグニチュード 10? 人類史上かつて経験がない規模の地震だね。例えば、日本海溝から千島カムチャッカ海溝にかけての計約 3000km の断層が、すべて60メートル動いたとするとマグニチュード 10.0。さらに、ペルー海溝とチリ海溝の計約 5300km が60メートル動くと、マグニチュード 10.3 との試算が出されているぜ。人類は生きていけるのかな？
実は数年前までは地震学者たちの間では、最大でもマグニチュード8レベルしか地震は来ないだろうと考えられていたんだ。え？でも東日本大震災でマグニチュード9だったんでしょ？そうだ。そのため、それまでの常識が覆ってしまった。数千キロメートルという地球規模で断層が揺れ動くので、もし日本が巻き込まれた場合は、このような予想がされているぜ。震度8以上の揺れが10分から1時間以上続く。都心は火災も発生するので、揺れながら燃える。地震が収まる前に超巨大津波が到達する。インフラや交通機関もすべて機能せずに、逃げる術を失う。都道府県や地域に関係なく、全域で家屋全壊など壊滅的な被害。あまりにもヤバすぎて、ちょっと想像ができないレベルなんだけど、これは映画の話かな？確かに、威力や規模の凄さというより、もはやこの世の終わりだな。これを彷彿とさせる話に日本沈没という、小松左京氏による SF 小説があるぜ。過去に何度もドラマ化や映画化されているが、その度に人々の注目を集めている。多少の地震では動じない日本人とはいえ、やっぱり巨大地震って身近な恐怖だからなんだろうね。なお、東北大地震の予知研究観測センターの報告によると、マグニチュード10レベルの地震は1万年に1回起こるかどうかの確率程度とのことだ。1万年？宝くじに当たるくらいの低い確率？しかし、東日本大震災ですら、チリ大地震からわずか50年くらいしか経たずに起きている。この確率はあくまで計算上だな。さて、マグニチュード10レベルが甚大な被害がもたらされることが分かったと思うが、それ以上の震度レベルになると、どうなるのだろうか？そんなことあるの？マグニチュード11は、恐竜が絶滅した小惑星落下と同じレベルのエネルギー量で、地球上に住む全人類が絶滅する規模にあるぜ。ひゃあ、だって、その時って気候そのものも変えてしまったんだよね？恐竜が絶滅するような寒さの氷河期が来るかもしれないの？今の人類のテクノロジーをもってしても、生き残るのは厳しそうだな。そしてマグニチュード12は、人類が想像できる最強レベルの地震だぜ。ちょっと。マグニチュードが1大きくなると、地震のエネルギーが約32倍になるって言っていなかったっけ？そうだぜ。こんな規模の地震が来たら、断層の面積がおよそ10倍になるそうだ。つまり理論上、マグニチュード12の場合は長さ1万キロメートルの断層が動くことになるんだ。1万キロメートルの断層？地球ってどれくらい大きかったっけ？地球の直径が約1万3000キロメートルだ。なので、ほとんど、地球が真っ二つに割れる、だなんて言われているな。地球が真っ二つ。エネルギー量も東日本大震災の約3万倍で、もはやこの規模になると揺れがひどいとかそういう次元ではないだろう。ついに地球も滅亡か。しかし、現実的にこの規模の地震は、断層やプレートの長さ上、起こり得ないと言われているぜ。そうなの？よかった。いやいや、全く良くない。地球は真っ二つにはならなくとも、人類を脅かす大地震はこれからも必ず起きることには変わりないぜ。近年、世界各地で地震や火山の噴火が頻発しているぜ。トンガの海底火山噴火や、インドネシアやハイチでもマグニチュード7を超える大地震が起きている。国内でも2022年1月だけで、東京埼玉で震度5強を観測する地震や、大分県宮崎県で最大震度5強を記録する地震が起きており、緊張感は高まっているぜ。いつか巨大地震が起きることは分かっているけど、実際のところ、私たちが直面する地震ってどんなものが考えられるんだろうね。まず、考えられているのが南海トラフ巨大地震だ。政府の地震調査委員会は2022年1月、南海トラフ巨大地震の40年以内の発生確率を 90% 程度としたぜ。南海トラフ巨大地震では地震や津波による大きな被害が広範囲に予想されている。40年以内に 90% か。南海トラフ巨大地震はいつ発生してもおかしくない大地震なんだね。今日、明日にでも発生する可能性があるわけだ。地震の規模はマグニチュード 9.1 と予想されていて、2011年に起きた東日本大震災と変わらないものの、その被害は10倍以上と考えられているぜ。10倍以上？東日本大震災での死者行方不明者は約2万人。経済損失は20兆円と言われているのに対し、南海トラフ地震では死者32万人。経済損失220兆円以上と予測されているぜ。なんでマグニチュードはそんなに変わらないのに被害が10倍になるの？それは被災地が広範囲に及ぶからだ。東は静岡から西は九州という非常に広い地域が被害に遭うと考えられているぜ。さらに人口が密集している場所も多そうだもんね。しかも南海トラフ巨大地震は周期的に発生している地震だ。そのため、地震が発生していない期間が長くなると、発生確率も高くなる。これまで90から150年ほどの周期で南海トラフ巨大地震は発生しており、
最後の南海トラフ巨大地震が発生した1946年から、すでに75年以上が経過しているぜ。それはなんだかドキドキするね。次に首都直下地震だ。こちらに至っては周期のようなタイミングが明確にはわかっていない。これもいつ起きてもおかしくないと言われ続けているよ。東京の下には、19もの活断層地域と他にも地下に隠れた断層があり、そのどれかが動くと起きるのが首都直下地震だぜ。そんなに東京の下には活断層があるんだ。そんな首都直下地震は、東日本大震災の影響でリスクが大幅に高まっているぜ。東日本大震災の影響？マグニチュード9クラスの地震が起きると日本列島は非常に不安定になるぜ。日本列島のプレートは、年間8センチほど東にゆっくり移動していたものが、東日本大震災の影響で、一気に 5.3 メートル引き伸ばされた。そんなに急に？現在日本で東日本大震災の余震と言われる直下型地震が、3から5倍に増えているのは、この歪みを解消しようとする動きだぜ。この状況はあと20年ほど続くと予想される。未だにあの時の余震があって、まだ続くの？首都直下地震で推測される経済損失はおよそ95兆円。日本の国家予算に近い額が地震で失われることになると予測されているぜ。そして、死者、約2万3000人。被災者は3000万人と甚大だぜ。南海トラフ、首都直下。どちらもいつ起きても不思議ではない地震なんだね。ちなみに東日本大震災の時の震源地付近では、過去にも巨大津波を引き起こす大地震を起こしているぜ。え？そうだったっけ？文献にも残っているのが平安時代の869年に起きた貞観地震だ。しかも地質調査からは、その前から何度も大津波を引き起こした地震が、発生していることがわかっている。そうだったんだ。何もないところで突然起きた地震ではなかったんだね。我々は100年ほど前ぐらいの地震の記憶しか不安視していないものの、巨大地震が数百年周期で起こる可能性もあることを忘れてはならない。日本にはそんな危険をはらんだ地震地帯がまだまだ潜んでいると言えるんだぜ。今回の動画は以上だぜ。意外と知らない地震に関する様々な話を解説してきたぜ。地球が地震で真っ二つにならなそうだということは分かったけど、地震のメカニズムからして、巨大地震は確実に来るということは分かったよ。日本では阪神淡路大震災の 1.17 や東日本大震災の 3.11 というように、大震災の日を忘れないぜ。関東大震災の9月1日は防災の日だしね。その度に地震に関心を持つことが、防災意識を高めるには大事なことだと思うぜ。この動画もそんな防災意識を促すことに役立ててもらえたら幸いです。この動画がためになったと思ってもらえたら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれると嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。